木芸家の田中清隆です。今はこう滋賀県この琵琶湖のほとりに住んでいて、こう日々作家活動を続けています。よろしくお願いします。木と漆を使って作品を作るんですけれども、もともとはお茶道具とかそういったものを作ってたんですけど、そこから波及して今ではベンチだとかパネル、あとオブジェ、その他いろいろこう日常雑記からいろいろなものを作っています。基本的に個展を中心に活動してるんですけども、自分の作品以外にも人から頼まれたものなんかをこうまた仕上げて作ってますし、デザインとかそういったものは全部お任せで全てさせていただいてます。もともと僕のおじいちゃん祖父が京都の御所に御用聞きとして出入りしてたんです。でその時に私の父を、兄弟や子供何人もいる中で一人だけ私の父がそういった、感覚があるのかなっていうおじいちゃんの祖父の直感で父を連れて時々御所に出入りしていく。それを父がずっとそういった御所の中のものを見て、そういう 目っていうか感覚を養っていったみたいで、まあ、父はその後絵を描こうとも思ったんですけど、それよりは木工の方が、どうやら向いてたみたいで、で木工を始められて、そういった中で、まあ、父も作家活動を続けてたんですけども、まあそういう環境にずっといましたので、私にとって木工をするっていうか、こう作品を作るっていうのはもうごく自然の流れで、特別に何かこう努力したとか無理をしてこう反抗したとかそういったことは一切なく、自然の流れのままでこういう形で今まで今日まで至ってます。普通もう木工する場合は木工の勉強をまずしたりとか、まあデザインを勉強したりだとか、そういったことが普通一般的なんですけれども、私の場合はまず最初に漆を塗ったり、こう絵を描いて蒔絵をしたりだとか、そういったことをまず勉強して、その後に木工してるので、その点が大きく違うところでして、どうしても木工を勉強すると木で何か作るっていう、それがメインになるんですけど、私の場合はもう最初から漆を塗る、漆を塗ってそういった漆の技法を使ってもう表現したいことが先にあるので、それを作るためのボディとして木工をやってるような感じで、まあ、2つ合わせて1つの作品になる。だから漆を塗る、加色をするありきで作品を作っています。そこら辺が大きく違うところですね。だから普通は一般的には、木工の人は木で物を作ると、木だけとか、まあちょっと漆を塗って木が目が見えるこう全てが茶色とかそういう感じなんですけど、私はそこにこう布を貼ったり、色漆を塗ったり、そういうことで他の人と差別化ができているというか、そういうところが違うと思います。だからまあ普通の木工に比べるとちょっと華やかというか、そのバリエーションがたくさんあって、作品として楽しいと思います。例えば、広島にあるお寺とかは本堂をやり直すときに、そのお寺の木でベンチとかテーブルだとか、そういったものを一式作らさせていただいたり、こういうのは根頃塗りっていうんですけど、和歌山の根頃寺っていうお寺で使われてたものです。私の場合何が違うかっていうと、この表と裏で色が反転してるんですね。これはやってる人あんまりいないですけど、こちらもそうですね、まあ一瞬汚いようにも見えるんですけど、このわびさびっていうか、この使ってる間にすれてまたこの模様が色が広がっていきますので、その人の使い方扱い方によってその後の見え方デザインが変わってきますので、そういったのこういったものは使いながら楽しむもの。それもお寺ですね、京都のお寺で仏像の下からすごい経典が出てきまして、それを飾るためのその失礼というか、そういうものを作らさせていただいたり、いろいろ多岐にわたりますね。後でも説明しますけれども、その方の家に生えてた
器でいろんなものを作らさせていただいたり、もう修理から何までいろいろ、切りダンスもそうですね、古くなった切りダンスをきれいにして漆を塗り直すとか、そういったあのリメイクもたくさんしてます。でそれはもう作品を作っている中で、活動する中で、その人との出会いの中でそういう仕事が生まれてきますので、とても今までは本当にラッキーな、すごいいい人生やと思います。僕の友達が、京都でお寿司屋さんをやってるんですけれども、その時に、お寿司屋さんのそのカウンターに座る椅子、あとはカップ、そういったものは全部提供させていただいたんですけど、彼とはもう高校時代の美術の学校の時からの知り合いで、提供させていただいたんですけど、そういう形でこれからもどんどんいろんな店舗とかこうお付き合いがこうあれば、喜んで小さなものから何でもさせていただきます。あとはもう料理屋さんでね、確かにそれは私の個展に来られて作品を買っていただいて、それをこうお店に飾っていただくとか使っていただくというのはよくよくあることです。日本だけじゃなくて世界もみんなもう一緒なんですけれども、この木の素晴らしさっていうかね、を伝えたいんですけど、それも私が作り出すものっていうのはちょっと面白いっていうか、デザイン的にも面白いんですけど、使いやすいように作ってるんです。で扱いも楽で、お椀なんかも普通にスポンジに洗剤つけて洗っていただける、漆を塗ってるんですけども普段使いできる、そういったものなんです。ですからそういった気軽に使えますので、皆さんにもどんどん使っていただいて、木の良さ、人が精魂込めて作るものの温かみっていうか、機械では作れない量産できないものっていうのをこう感じていただければありがたいなと思います。これは一つの私の代表的な作品なんですけども、総切りのベンチですね。足も座面も背もたれも全て切りでできてます。もちろん全て補造組ですね。見ていただいたら分かるように一枚板です。普通切りっていうのは薄い板の幅の狭いものを貼り合わせて一つの板にするんですけれども、これはもう本当の無垢の木の板の大きな丸太の一枚板で作ってます。で、もちろん補助組で全て組み上げてるんですけれども、こういった自然のところときちっとしたところを組み合わせるっていうのは一つの私の見せ方っていうか、その魅力の一つだと思います。物っていうのは、その物があるだけじゃなくて、やっぱり そこに対する人とか、その文化背景があって、その思いでこう作るんで、その物だけを買って嬉しいじゃなくて、その向こうに何かがやっぱあるんで、それを感じていただくのには、anjapan.jp で見ていただいて、いろいろ物に触れていただく、その作家、いろいろ関わっている人らの心に触れていただきたいと思います。よろしくお願いします。